はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日は麻婆麺を作っていきます。まあ僕のまかないですね。いや、ランチでね、麻婆豆腐やってたり、その流れでやっていくといった感じでございますので、よろしくお願いいたします。で、これお湯なんですけれど、塩を少し入れていきます。料理酒で構いませんので、お酒も少し加えておきます。麻婆麺って言いますと、麺はいわゆる焼きそばみたいな形の分で、揚げるんじゃなくて、焼く方で作る片焼きそばというタイプでございます。これ袋から出したてなんですけれど、これをこのまま焼いてはいけません。一回水でさっと洗っておきます。水とかで、ね、軽くこんな感じでほぐしておくとね、後で焼くときにもほぐれやすいので便利です。煙、薄煙が上がってきたので油ならしておきます。一旦火は弱めておきますね。こちらも出てきたので、次の油を入れてみます。こちらも油ならしです。で、一旦こちらの鍋は火を止めておきます。ちょっとこのままやったら熱すぎるんで、ちょっと振って冷ましましょう。刻んだ生姜とニンニクですね、入れていきます。振る前に入れてしまうとね、もっと一気に熱が加わって結構焦げやすいんでご注意ください。お湯がね、沸きかけております。ここのところに切った豆腐、さいの目に切った豆腐入れておきます。だいぶ冷めてきて落ち着いてきたので、温度ですね、一旦火をつけて弱火にかけていきます。炒めておくとね、生姜とニンニクからすごくいい香りが上がってまいります。香りが上がってきましたら、これは豆板醤ですね、注ぎますか。大体イメージね、僕の中では、1対3ぐらいの割合にしておくといいかなという感じですね。ちょっとこれを炒めていきます。ちょっと湯がくとね、表面がまだ柔らかいんですけど、もうちょっとしたらね、しっかりしてきますんで、ね、そうなってくると豆腐に熱が加わった旨味というタンというものが出てきますからね。麻婆豆腐を作るときに必ず豆腐は湯がいてから使ってください。ここから強火に変えます。こちらもちょっと強火に変えていきましょう。これ、お酒また加えます。より酒で大丈夫です。はい、だいぶね、もう触ったらね、弾力がすごく出てきます。こうなったら OK なんで、ざるにでも揚げておきましょう。では、カツオと昆布のお出汁加えます。あとこれね、豚、失礼します。豚ミンチを甜麺醤に炒めたもの、ジャーモーローと言われるものですね。キムチ鶏ガラスープの素も入れておきましょう。で、麺がね、それなりに焦げ目がついてきておりますので、ひっくり返していきます。揚げるよりかね、焼きでやった方が個人的にはいいですね。やっぱり揚げ目ってやっぱり油がきついんですよね。焼きの方がそういう意味ではさっぱり食べれますね。で、ここがこうなってまいりましたら、先ほどの湯がいてたお豆腐加えます。もうこの鍋いらないので大量です。麺はね、ちょっと焦げがある程度ついてる方がやっぱりうまいですからね。で、油足りなくなったら油足しながら焼いてください。で、一旦こちら火を止めます。さあ、水溶き片栗粉を加えます。火を止めたところで加えていただかないと、ダマダマなっちゃいますんでね、気をつけてください。で、今回のやつがね、結構濃いめの濃度で作ってたので、この水片栗粉自体を。割と一回でしっかり決まってくれそうですね。味にしておきます。
あ、もう麻婆完璧ですね。ちょっと位置を入れ替えましょう。止めて、焼いてはね、ちょっとほぐして中のところをまた焼いていくみたいな感じでね、全面になるべくバリッとしたいい焼き目をつけていきましょう。それでは盛り付けていきます。くっつくつにして熱々にしたら作ってましょう。揚げ目にかけてるわけではないんで、そのじわ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 みたいな音はしないですけれどね、これでも十分あちあちで最高に美味しいですよ。というわけで麻婆麺完成いたしました。麻婆片焼きそばと言ったらいいですかね。早速食べていきましょう。というわけでいただきます。これね、あんがね、またいい感じに麺に絡むんですよね。一緒に行きましょうか。絶対熱々やろうな、やけどしそうやな。いただきます。あっこ、うん、あの焼いてあるんでねカリカリっとしてるところもありつつで、まだこう火が入りきれないし、焼けていない部分とね、テクスチャーがめちゃめちゃ違って、すごくまず楽しいです。でカリッとしたところがね、またこれ、あんを吸っていくんでね、余計にどん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 辛みも良くなっていて、めちゃめちゃうまいです。うん、うまっ。だけで本日は、麻婆片焼きそば、麻婆麺ですかね、の紹介でございました。またいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。